ジル・ビル・ヌーブ、ジョゼフ・ジル・アンリ・ビル・ヌーブ、ヨゼフ・ジル・アンリー・ビラヌーブ、1950年1月18日から1982年5月8日は、カナダ人のレーシングドライバー。生は、ビル・ヌーブあるいは、ビル・ヌーブ、ビル・ニューブなどと表記されることもある。1950年1月18日、カナダのケベック州モントリオールにほど近いリッシュ流で、生まれ、 近郊のベルティエビルで育った。フランス系カナダ人であり、フランス語を母国語とした。青年時代までは、スノーモービル競技の選手で、弟ジャック・ビル・ヌーブ・ SR と共にチャンピオンを獲得した。1973年から自動車レースに転向し、フォーミュラ・フォードのチャンピオンになる。1974年からフォーミュラ・アトランティックに参戦。 1976年から1977年と2年連続チャンピオンを獲得。当時のライバルはケケ・ロズベルグだった。1976年9月5日にトロワリビエール島地で開催されたフォーミュラーアトランティックレースでスポット参戦した第1ドライバージェームス・ハントを下して優勝した。その後、ハントの推薦により、 ハントの所属するマクラーレンとスポット参戦契約を交わした。7月17日の第10戦イギリス GP にてマクラーレンのサードドライバーとして会一デビュー。水温計の故障で一時ピットインするも11位完走した。このデビューレースでの走りがエンツオ・フェラーリの目に留まり、フェラーリと翌1978年からの レギュラードライバー契約を結ぶ。その後、チームとの確執から離脱したニキラウダの代役として、第16戦カナダ GP から出場した。最終戦日本 GP、富士スピードウェイで、序盤に、ティレルのロニー・ピーターソンに追突し、ビルヌーブのフェラーリは中高く舞い上がり、立ち入り禁止区域にいた観客らの中に落下した。マシンは、大破したにもかかわらず、 ビルヌーブは無傷だったが、この事故で観客と警備員の計2名が死亡、計9名の重軽傷者を出した。この事故は感染禁止区域への観客の侵入と、警備員によるその排除行動の最中に発生したものであり、一義的には観客のモラルとサーキットの管理体制に責任が返すべきものであった。しかしビルヌーブは業務上過失致死罪の容疑で書類送検された。 また、日本における、第一開催は、このレースを最後に10年間にわたり中断された。ビルヌーブは日本を含む各国のマスコミから激しい、非難にさらされたが、エンツオ・フェラーリは、死亡事故は今までにもたくさんあった。これが、F1 レースの世界だと擁護している。1978年からフェラーリで、第一フル参戦を開始した。第四戦アメリカ西 GP では、 首位独走中に、クレイ・レガツオニのシャドウに追突し、大クラッシュを引き起こす原因となり、再び物議を醸した。その後第6戦ベルギー GP で4位初入賞、第12戦オーストリア GP で3位初表彰台を獲得した。第14戦イタリア GP では、マリオ・アンドレッキと首位争いをして2位でゴールする、スタート時のフライングのペナルティーとして、 フィニッシュタイムに1分加算され7位に終わる。地元モントリオールに新設されたイルノートルダム、サーキットで開催された最終戦カナダ GP では予選3位から初優勝を果たした。1979年はフェラーリの競争力が高まり、ビルヌーブの生涯で最も成績の良いシーズンになった。第3戦南アフリカ GP、第4戦アメリカ西グランプリ、 最終戦アメリカ GP で3勝を挙げ、タイトル争いに加わった。最終的にシーズン成績は2位となり、4ポイント差でチームメイトのジョディ・シェクターにチャンピオンを譲ることになるが、これにはエースドライバーのシェクターに対してチームオーダーを忠実に守った結果とも言われている。第8戦フランス GP では、ルノーのルネアルヌートラスト3周に、 サイドバイサイドの壮絶な2位争いを繰り広げた。このデッドヒートは、しばしば、海一の歴史に残る、名バトルの一つに挙げれる。同じフランス語で会話ができる、アルヌーは、良き友人となり、ビルヌーヴの死後も息子、ジャックのことを何かと気にかけてくれたという。また、第十二戦オランダ GP ザンドフールトでは、タイヤ部長に見舞われ、走行中に、左リアタイヤの損傷で、 スピン後に再走した際は、猛スピードでピットを目指した。結局それが、マシンに、さらなるダメージを与えてしまい、リタイアとなったが、常人では考えられない。庭の走行でのカウンターステアなど自社が動くうちは、決してレースを諦めまいとする彼のファイは、多くの人々の心を捉えた。1980年は一転して、苦難の年となる。当時は、 グラウンドエフェクトカー全盛期で、フェラーリの水平対向12気筒エンジンは、幅が広いためボディ横をウィング形状に成形する際邪魔になるため F と見られていた。1979年はその欠点がさほど表面化しなかったが、1980年は他チームのマシンに比べダウンフォースを確保できない状況で、シーズンがスタート。マシン自体もチームメトのシクターが、マシンが、 爆発炎上して、粉々になってもドライバーを無傷で守ってくれるほど、頑丈なカミオン、大型トラックと言い切るほど出来が悪く、ビルヌーブは入賞4回、表彰台なしと低迷する。しかしそんな中でも予選でしばしば上位に食い込み、第2戦ブラジルグランプリでは、スタート直後にトップを走行する場面もあった。チームメートで前年のチャンピオンのシェクターも5位。 入賞1回のみで予選落ちまで喫した。シェクターはこのシーズン限りで引退し、ビルヌーブはフェラーリのエースドライバーに昇格した。ビルヌーブのチームメイトとしてリディエ・ピローニが加入した。フェラーリはターボエンジンに移行するが、新車 126CEK は球体以前なシャーシ設計が災いし、ビルヌーブが真っ赤なとっても速いキャデラック、ピローニが 赤いカミオンと表したほどに挙動が不安定な、ジャジャ馬だったと言われる。総合性能では他チームのマシにより低い状態だったが、ビルヌーブは時折光る走りを見せた。第6戦モナコ GP では、狭い市街地コースをドリフトしながら、ガードレールとの距離をセンチメートル単位でコントロールする走りで予選2位。決勝レースでもアラン・ジョーンズを終盤に抜き去り、優勝を飾る。 次戦第7戦スペイン GP では、後続の4台のマシンを巧みに抑え込み、一列渋滞のまま戦闘で逃げ切った。1位ビルヌーブから5位までのゴール時のタイム差はわずか1秒24で、ビルヌーブトレインと形容された。雨の中で行われた第14戦カナダ GP では、レース途中で破損したフロントウィングがめくれ上がり、視界を遮られた状況での走行となる。 ついにはノーズごとウィングを失ったが、そのまま走行を続けて3位表彰台を獲得した。エンツォの肝入りにより、ハーベイ・ポスル・スウェイトをデザイナーに迎えて作られた、新車 126C には、他チームと遜色のないマシンに仕上がり、ようやくビルヌーブはチャンピオンを取りにやる環境を手に入れた。序盤三戦は、リタイア、失格が続いたが、第戦 GP は、 ビルヌーブがトップ、ピローニが2位と2台のフェラーリが他を大きく引き離す状態でレースが進んだ。終盤には燃費に注意を払い、無用な戦いを避けるようにとの意味でピットからスローのサインが出され、ビルヌーブはリスクを犯さずペースを落とした。しかし2位のピローニはレース終盤にビルヌーブを追い越してしまった。もともとこのレースは政治的な対立から 多くのチームがボイコットし、わずか14台しか出走していなかったため、ビルヌーブは当初この追い越しを、見どころの減ったレースで観客を喜ばすための余興だと、考え、トップを奪い返した。しかしピローニは、最終ラップで再度抜き返し、ビルヌーブはペースを上げて、ピローニを追ったが、結局2位に終わった。表彰式でシャンパンを手にはしゃぐ。 ピローニの後ろで、ビルヌーブは無言を通したが、内心は、ピローニに対して、激しく怒っていたと言われる。ビルヌーブはこの事件以降、ピローニを拒絶し、もうあいつとは口をきかない、チームメイトとしても扱わないと発言するなど、両者の関係は、修復不可能なほど悪化してしまう。続く、第5戦ベルギー GP、ゾルダーサーキットの予選2日目。 1982年5月8日予選終了10分前ほどにピローニが自身の予選タイムを0.15秒上回ったのを知ったビルヌーブは再び予選アタックを行うべくコースに出たピローニのタイムを更新することができないまま周回を続ける中高速 S 字コーナーの後の長い左カーブでスロー走行であったラムマーチの予選マスに遭遇したマスは ビルヌーブの接近に気づき、レコードラインを譲ろうとした。しかしビルヌーブもレコードラインの外から抜き去ろうと、車線を変更し、結果として両車は同じ方向、アウト側に動いてしまった。この時、ビルヌーブ車は、時速時速 230km に達していたと、推定される。ビルヌーブ車の左フロントタイヤが、マス車の右リアタイヤに乗り上げ、回転しながら、宙に舞い上がった。 マシンは全部から路面に激突して150メートル、垂直状態のまま横転して大破し、ビルヌーブの体はシートごとマシンから投げ出され、コース脇のフェンスに叩きつけられた。現場や病院で救急隊により蘇生処置が施されたが、ちょうど支柱のあった場所に叩きつけられてたビルヌーブは、軽椎その他を骨折しており、その日の夜9時過ぎに死亡した。去年32歳であった。 この一部始終は蘇生処置まで含めて映像として残っており、1983年のウィニングラン、1987年のグッパイヒーローなどの映画で紹介されている。ケベックで行われた葬儀には多数の F1 関係者が参列、ジョデシェクターが弔辞を述べた。遺体はダビに付され、第二の故郷ベルティエビルの墓地に棺の一部が収められた。また、ピローには、 遺族から三列を拒否された。他の F1 ドライバーからも、ジルの死を惜しむ声が多く上がり、アランプロストは、ジルは非凡な、かけがえのないレーサーだった。彼がいない、カイ,イチは、もう同じ F1 ではないとコメントしている。ビルヌーブの死亡事故の後ピローには、ポイントリーダーとなるが、シーズン後半のドイツグランプリで、ジルと同様の事故にあって、重傷を負い、戦線を離脱した。 フェラーリチームは、チャンピオン候補であった二人のドライバーを両方ない、ドライバーズタイトルを、ケケロズベルグに奪われるも、空いたシートを埋めた、パトリック・タンウェイとマリオ・アンレッティの手により、1982年のコンストラクターズタイトルを獲得した。フィザの事故調査委員会は、ビルヌーブの判断ミスと判定し、マスの責任を問わなかった。レースアクシデントとしては、 両者の回避判断が重なってしまった不幸なケースとみなされている。ただしモータースポーツの基本として速度差の大きい後続車に道を譲る場合はむやみにライン変更せず後続車に追い抜きの判断を任せるという了解があるのも事実である。ビルヌーブの事故は当時多用されていた予選用タイヤの存在が引き金になっている面もある。予選用タイヤは 非常にグリップ力が高く高タイムを出しやすいが、その能力を発揮できるのは、せいぜい1から2周で、最高性能を発揮する前後は、スロー走行しなければならない。当時は、予選出走台数が30台に達し、コース状況が良くなる、予選終盤に各社が、一斉に出走る渋滞状態が問題視されていた。そのため予選中には、 タイヤの最高性能が出た状態でタイムアタックする車両とスロー走行する車両がコース上に混在するという非常に危険な状況が状態化してしまっていた。ビルヌーブの事故に関してもビルヌーブがタイムアタック中で追突されたマスはスロー走行中だったとされることがある。一方で事故発生時にフェラーリのピットにいたマウロフォルギーエリはビルヌーブが事故を起こしたのは 予選アタックを得て、ピットに戻る週、インラップだったと証言している。没後、カナダ人としての偉業を称え、初勝利を遂げたイルノートルダムサーキットは、ジルビルヌーブサーキットと改名され、その後も間一カナダ GP の舞台となっている。コースのスタートライン上には、サルージル、やジルの一文が記されている。フェラーリの本拠地マラネロにあるフィオラのテストコース、近くに、 ビア・ギレス・ビルル・ヌーブ、ジル・ビル・ヌーブ通りがあり、通りの始まる交差点の角に共像が建てられた。また、サンマリの GP が模様される、イモラ・サーキットでは、1982年の最後のレースでスタートした3番グリッドに、カナダ国旗が記され、1980年に高速クラッシュを演じたコーナーが、カーベイ・ブレ・ヌーブ、ビル・ヌーブ・カーブと命名された。このコーナーでは、 1994年サンマリの GP でローランド・ラッツェンバーガーが自己死し、イゴシケインに回収された。ビル・ヌーブが1981年から1982年にかけて付けたカーナンバー27は1980年のチャンピオンチームウィリアムズとの交換で与えられた番号だった。当時は各コンストラクターの番号が固定化され、進行チームへ 大きい番号が割り振られており、名門フェラーリが二十七番をつけるのは不審の象徴として嫌われていた。しかし、ビルヌーブの死死粉人の活躍と悲劇の死により、二十七番はティホ氏から偉大な番号として愛され、フェラーリのエースドライバーを象徴するものとなった。その後、パトリック・タンベイ、九八十二から九八十三年、ミケーでアルボレート、 1984年から1988年、ナイジェル・マンセル、1989年、アイルトン・セナ、1990年、この年のみ27番は、マクラーンにつけられた、アラン・プロスト、1991年、ジャン・アレジ、1992から1995年、ラガ27番を受け継いで戦った。アレジは、攻撃的なスタイルから、ジルの再来と呼ばれ、 1995年のカナダ GP 上述の通りジルの名のついたサーキットで一勝を挙げた。1990年には前年度チャンピオンのプロストがフェラーリに席してきたため皮肉にもライバルのアイルトン・セナが27番をつけることになった。セナ、アレジはビルヌーブを尊敬していたと言われ、アレジが幼少の頃は自分の部屋に ビル・ヌーブの等身大ポスター貼ってあったという。27番の伝統は、ミハイル・シューマッハが移籍してきた1996年に、一旦終わる。この年から、前年のドライバーズチャンピオンのつける1番と、チームメイトの2番以外は、前年のコンストラクターズの位の順番に従って、カーナンバーをつけるという規定が設けられ、参戦、チーム数が最大12。 各チームが出走させられるマシンが2台に制限された。このため、カーナンバーは最大で25番となり、27番は使用されなくなった。2014年より、各ドライバーは2から99までの番号の中から、希望する好きな番号を選んで、その番号を引退するまで使い続けることが認められるようになり、このルールの下で、 ニコ・ヒルケンベルグが27番を選択したことでこのナンバーが F1 に復活することになった。ビルヌーブ事故死の原因になってしまったピローニだが、実際はビルヌーブに対して友情を持っていたと言われる。ピローニは第8戦カナダ GP でポールポジションを取るが、本来ならここにいるべき男がいないと涙を見せた。このレースでは決勝スタート時、 ピローニはエンジンをストールさせてしまい、後方から追突したリカルド・パレッティがシーズン二人目の自己死者になるという悲劇が起きている。ピローニはその後ポイントリーダーになったが、雨で視界不良となった第12戦ドイツ GP の予選中、前を走るプロストのマシンに乗り上げ、ベルギー GP のビルヌーブと同様の事故を起こしてしまう。ピローニは両足複雑骨折の重傷を負い、タイトルは 無論のこと、会一ドライバーとしてのキャリアをも失う結果になった。ピローニは1987年にパワーボートレース中の事故で死亡したが、パートナーの女性は死後に誕生した双子の息子にディディエとジルと名付けた。実は、ピローニとビル・ヌーブは例の3リの GP 以降、一度だけ言葉を交わしている。ビル・ヌーブはピローニのいる場所には、 極力,力近づかないようにしていたが、ある時、ピローニがすれ違いざまに、サルー、やーというと、ビルヌーブはとっさに、サルーと返事をした。この後、ビルヌーブはひどく、自分を呪ったという。ビルヌーブが死亡してから15年後の1997年、息子のジャック・ビルヌーブが F1 のワールドチャンピオンを獲得した。ジャックは27番をつけて1995年の、 インディ500を制し、同年のカートシリーズのチャンピオンにも輝いた。なお、ジャックが誕生した当初、ビルヌーブは名前を決めかねていた。しかし、妻ジョアンに、弟ジャックビルヌーブ SR の話題をしている時に、赤ん坊が笑い出したため、弟と同じ名前にすることを決めたと言われている。会一における、通算成績は、ポールポジション2回、ファステストラップ8回。 優勝6回、チャンピオン経験なしであり、数字だけを見れば、少し早いドライバーレベルのものである。しかし、傑出した才能やレースに対するクリーンな姿勢、初映像に残るアグレッシブな走りから、史上最高の F1 ドライバー、記録より記憶に残るドライバーと称賛され、現在も更新ドライバーから、憧れの対象とされることがある。ドライビングスタイルは、自身が、 以前から憧れていたと語るロニー・ピーターソンと同じく大胆にアクセルを踏みカウンターステアを当てながらマシンを横向きに滑らせて走る豪快な体だった。果敢な走りで先行者を次々に抜いていくタイガー型ドライバーの典型でドラマチックな走りを展開するため観客に人気が高かった。ポールポジションからスタートしてそのまま優勝するより最後尾からスタートして6位になるレースの方がいい。 という発言も残している。また、どんなに激しいバトルの最中でも他のマシンに恋に接触するような卑怯な真似は決してせず、オーバーテイク後に相手のラインを残すなど、常にクリーンでフェアなバトルを展開した。エンツオ・フェラーリは、ビルヌーブと同様に、身の危険を顧みない、勇猛な走りで多くのファンを魅了した、戦前の伝説のドライバー、タチオヌボラーリになぞらえて、 亡き息子のディーノと同様に彼を愛した。エンツがドライバーに親しく接するのは珍しいことだったと言われる。ビルヌーブ前世紀のフェラーリがマシンとしては低迷期だったのも有望な走りの一員ともされる。また、コーナーを極限状態のスピードで通過し、少し速すぎると思えば、次の周回でスピードを緩めるなどして、常に全開、限界のスピードで戦っていたと言われる。 ここのコーナーでは時速何マイルまでなら大丈夫と頭の中にインプットしており周囲からは彼は決して無茶な運転はしていないとの声もある抜群のドライビングセンスのため他のドライバーがあるコーナーでスピンしてしまう速度であってもビルヌーブは楽にそのコーナーをクリアすることができたという表もあるフリー走行でもウームアップランでも彼は常に全開限界スピードだったと言われ 一人でいつもタイムアタックをしているようだったという表もある。ラウダがその点についてビルヌーブにどうしてそこまでリスクを犯す必要がある。私のようにゆっくり走り始めそこから徐々に速くしていけばよいじゃないか。と聞くとビルヌーブは2期俺の知っているドライビングというのはこういうやり方だけだ。いつだって全開で行くんだよと答えたという。また骨折しても 病院で治してもらえばいいんだ。そうだろうと、事故に対する危険性を全く感じていなかったと見る向きもある。ラウダは、このようなビルヌーブを彼が F1 で出会った中で、最もクレイジーな奴と評した。もっとも、この件に関しては、フリー走行から全力で行くことで、コーナーの限界速度を予選までに見極めるための、彼なりの手法とも言われている。 ビルヌーブの常に限界を追求する有望な走りは、死後もなお称賛と憧れの対象とされ、このことは彼を死後早々に伝説的カリスマ化させる要因になった。反面でたびたび大きなクラッシュの現況となったことも、ラウラをはじめ数多くのものに指摘されており、いくつかのレースで危険と具体的な避難を浴びたこともある。デビュー間もない時期の富士での大事故も、そして、 自らを死に至らしめた破滅的なクラッシュ事故も、いずれもフォーミュラカーの特性を考えれば可能な限り、避けなければならないシチュエーションで発生させている。車体が宙を舞う派手なクラッシュを繰り返す様から、エアカナダと揶揄された時期もあり、その最後にしても壮絶な事故死に、多くの者が悲嘆に暮れた一方で、来るべき時が来ただけという、冷ややかな反応も入り混じっていたという。 ビルヌーブが活躍した時代の F1 マシンは、地面効果の追求により、コーナリングスピードが急激に上昇してしまっていた。ビルヌーブの死も大きな一因となり、第一では、翌1983年にフラットボトム規制の制定という形で、地面効果、グラウンドエフェクトの利用は事実上禁止され、車体デザインが大幅に変更された。そのため、ビルヌーブこそが、 F1 におけるグラウンドエフェクトカー時代に幕を引いた人物とも言える。有毛な走りでマシンを酷使し壊すことが多かったため、メカイの同情心がないと非難するモータージャーナリストもいた。しかしエンツオフェラーリは彼は破壊の統括者だったが、どんなドライバーの酷使にも耐えられるマシンを作るためには、それらのパーツをどれほど改良しなければならないかを教えてくれたと評し、 破壊の王子と呼んで、息子のように愛した。また、彼を称えるためカーナンバー27を永久欠番とし、代わりに37番を使用できるようフィザに要求するも叶なわなかった。太字は、ポールポジション、射字は、ファステストラップ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。